そしてトラックにスモーカー、天が一気に入ってくる。勝利撃たせません。さあそのまま前に出る。フォールトラインは2つか。さらにランプを進行。ピートダウン、射手投げ。レイダーも設置音を聞いてペイントダウンを返します。ただ止めない。そのまま設置に入りました。ダメージはそれほど入ってないか。裏から竹で汗をさばいて2人目持っていった。これがレイダーの強さ。4対3、壁も割れましたよ。フラッシュイン、ソタも落として天が残った。ワンオスリー、最後をさばいたらラズ選手ヘッド下で止めてくるということで、ちょっとサイトの入り方を考えないと、このレイナという相手は厄介かもしれないですね。そうですね。そして B にはスカイがいる。何かセットしてくるんじゃないかっていうね、ちょっとこう怪しさもありますよね。今みたいなロング警戒してるんですけど、バレてもダッチ強いですからね。バレても1人2人とさばいていく。3人目いた。シャワーは通させない、抜けさせない。ショートに入ったノーセプション、後ろからのシーカー、かなり行きづらい状態ですね。あ、ゼータ詰めないかなと思ったんですが、このスクリーン、あ、見つけた。タケジ残り1名、あっせ、ね、そのまま設置。あと出てくるの分かって勝負に仕掛けていく。タケジが最後はヘッドショット。かなりスロー展開で、できるだけ相手の情報を取ってから進もうというような動きが多いんですけれども、そういったスローに対しての体で勝負っていうのは非常に強いんですよ。はい、アビリティを出すに勝負することによって、相手が刺す。スモークの裏で入れ違い、ラズがいる。両方さばいた。点ダブルキル、ラズも一人返しています。 A サイトは制圧しましたが、3対4、状況は何とも言えませんかね。3対4、さらにエリアを広く取ったらゼータディビジョン。ただシュガーゼロが裏取りを抑えていて、1キル取るとオービタルストライクが上がる状況、空爆というのもありますね。シュガーゼロの位置が良すぎますね。ここは警戒できないか。ショートを取りに行くのはタケジェです。まずは裏を警戒。まずはメイン、裏をしっかり抑えます。ただ第2の矢、ここはクローです。ただまだシュガーゼロの姿は出していません。念のためのフォルトライン、体力は10。敵残り1名。ソル早いテンポで入りますね。天吸い込まれている。前に出れない、前に出れない。正面にいるんだ。どうだ、ロング側では天が、ラズが守っています。レイダーのペイント弾が天に刺さります。いや、シーカーあるので出るしかない。お休みなさい。タケジェが窓を止める。さあ、ノーセプション進めません。2オン5、最後の一人、スモークの中からラズの登場、ダブルキル。お前に出る。ショートを取られているのはゼータディビジョンも分かっています。ノーセプション、ここからどうエリアを広げるか。まだレイダー10を抑えて、シャワードは挟めていない。守り抜くゼータディビジョン、1オン3です。残ったのはアステル。シャワーを確認、逃がしません。最後はラズの防衛、フラッシュイン。ここはもう読めていたか。メイがカバー、タケジェもカバー。前に出る。情報取りに行きます。体でいった。ブリーチのフラッシュも避けましたね。ルートですね。シーカー上がりましたよ。逃げても無駄。さあ、ここで B ロングからのシーカー、そのままソローダムが巻き回し止めます。4対2、時間を少し置いての攻めになります。残り上から点、残ったのはレイダーです。ワンオフォー。ああ、今シーカー打って A に飛ぶという判断もあったと思うんですけど、はい、あえて。ただ A も寄ってます。バリオブアフターショック設置を遅らせます。これペイントダウンもあるので、もう1回設置ができないです。はい、バスパック。さあ、壁は割れている。ローリングサンダーだ。バイパースピンと返していく。設置はできない、設置ができない。ソルダムカバーをする。いや、シーカー残ってる。ワンオーフォー、クローレイザー。そして残ったメイですが、最後はラズ選手。メイスがそこでビロスで体で前に出る。一人倒して、そのままフラッシュ。今度はラズだ。スパイフラッシュイン。さあ、ここからアステルが前に出る。一人さばいて、再びフラッシュ。タケジェがアスロー落としています。ソルダム、ここは顔出しません。ディスメショートが本体ではありません。シャワー側が本体です。ただランプも天が抑えていますし、はい、あ、空爆いきましたか。そうですね、巻き場がさらにはコズミックディバイドで来ていきます。ブラスバック分かっている。いや、ランプ空爆倒しに行ってる。聞こえないか。敵残り1名、怪獣。そこをしっかり抑えてきました。挟んでましたね。仕掛け場選手のコズミックディバイドもしっかり刺さったというところもありましたけどね。竹地前に出ます。ファーストバッター天が謎を抑えている。ここはメインが竹地を落とす。早いですね。1人目2人目と倒されてしまった生態ビジョン。ここは B サイト、ノーセプションがスルーで入りました。インセンディアリーからのスネークバイト。 B ロングの裏にはレイタです。ここを見てるのはシュガーゼロ。そこを抑えたソンフォー。アステルがジャッジで巻き場を抑えます。さあ、残った1人レイタも抑えました。あの者は強気でピークします。神谷か。
後ろ点も B ショートライン、かけ J がランプ上がる。ここは1人さばいて4対4。さあここはアッセル、フラッシュの強さを生かしてきました。フラッシュからいいテイクな巻き場、3対3、横押さないで取った巻き場が2人、3対2。剣が設置中を狙っていました。クロー落とします。さらにペイントダウン、いや設置できないか、どうだ、残り15秒、ツーオンツーだ、正面での打ち合い、 HP ないですよ。ラズは一旦引く、無理はしません。ブラストバック、距離を取る巻き場、お互い体力がない、引き込んで引き込んで巻き場が3人目、ワンワン進化し進めるか、いやります。そして特殊スクリーンを上げたのはノーセプション、出てきたところラズがソルダも落とします。そのまま待ったらしで進化、アルティメット A を掌握して集まってきたノーセプションですが、本命は B です。マキバ動いてきた瞬間ゼロに対して勝負を仕掛けます。さらにメイも落としました。さあこのまま戦としては A 迎えますよね。アステルが、マキバとトレードをします。ワンフォー残ったのはアステル、ここはマキバ、そしてマキバ選手のコズミックディバイド、おそらくリテイクでしようと。おここ一気に A を挟んでいきます。ただマキバだけじゃもしっかり読めていたが警戒はできています。潰し返してシャワーを進むな、メイ。4対3。ディフェンダー側が詰めていく。アタッカー側が迎え撃つ。焦る顔出せませんね、これ。毒の壁よ。軽くピックして。裏を警戒している巻き場。そして3名で前に詰めていきます。アステルはまだランプを取っている。警戒できているのは竹生。残り1名。アステルを抑えました。こうなるとセーブになると思いますね。これはリテイクさせないような巻き場のコズミックディバイド。今のはノーセプションとしては浴場バサミの予定だったんですけれども、はい、ゼータディビジョン側の浴場に対するアクションが早すぎて浴場側が出てこないだろうと、はい、確かにアビリティなしで索敵してくるっていう、ピークしてくるっていうのはなんとなく分かってます。嫌なアングルですね。一発ですからね。どうだ、いやそのまま2回目のビーカージャンプ、あ取れない、武器を回収したかったんですが、ただここはよく抑えたと言っていいでしょう。ゼータディビジョン残りは3名です。3対5、回収ここから A ショートボートライン、そしてラブ前抑えたのはアッセルです。なんでここにもジャッジがいるんだよって思ってるところだったんですね。そうですね。そしてなんでここにもジャッジがいるんだよと巻き場が下がります。その後ろからソルダム、ワンオンフォー正面にはジャッジ、確かにノーセプションこう取られた後取り返すのはあまりないっすよね。まあ、やはりゼータディビジョンの打ち合いの強さを正解してますか。おーおー、よく倒したスクリーン耐えたが、それを利用してクラッシュを入れてその場を突き進む。ヒールしながらさらにランプとの勝負、アッセルが抑えた、うわベイタが飛び込んでくる、トラックラ飛び越えてきました。ワンオンフォー残ったのはアッセルよりメイン1名、1も分かってる。でも本当にノーセプションが取っていないポジションをガンガンと抑えに行ってプレッシャーをかけ、なおかさあここは初手ですね。邪魔をするなゼータディビジョン、だがゼータディビジョンが突き進む、抑えていったら竹勢だ。アステルを倒して引かせました。メイここはシャワーを取ります。アフターショック、シャワーは取れています。取り返せるかノーセプション。さあメイクローを落とします。タケジェとの交換、タケジェ2人目です。シーカーが帰ってくる、レイタが破壊、さらにラズが切る、2オン4、フラッシュフェイク、ソルダムがランプを取ります。時間がありません。レイタ後ろをさばいて残ったのはソルダム、1オン3、ディア合わせていった、3名同時に出る、前へ前へ進んでいく、はい、そうして前に進んでいく中にもクラッシュポイントを交えた丁寧な勝負の仕方。こうラズが抑えれるか、ラズが捉えられた。そのまま B サイトを侵入していきます。ここただ天の位置がバレてる、中央を取ってるのは天を抑えてきた、ゼータディビジョン B は取らせる、ただ中央から B の後ろをもらうぞと。そしてレイタが粘る、一人は持っていたショーティー、ソルダも抑えています。シュガーゼロがレイタを抑える、3オン3、体力が削られてるシュガーゼロ、アビリティはどう残ってる。タケジェが突き進む、止まらない。タケジェ起動任せろと、ドイツに行くのは俺たちだと。ボタンス、アッセル見つけた、ボールトライ甘えません。ゆっくりとタケジェイが落としていきます。3人目
アストと考えているのがノーセプションです。ラズのオールドローン、フラッシュで視界が奪われる。さあエントリー、止めれるかラズ、持ってる武器はホースト、突き進むのもノーセプションです。さあ上もしっかりメインが騒いでいく、ソルダムこじ開けたパーフェクト、ライトバックワインをしっかりと勝利、ファーストブラッド、そしてクローがアフターショットで点を抑えています。ワンワンのトレード、4対4 A サイトに入ることには成功しました。ゼータディビジョン、ここからの取り返しになります。アルティメットは共にありません。正解は分かたれた、いや上がってたか、シュガーゼロ、これヘブンから行きづらいですし、はい、メインの裏もメインが抑えてますし、リテイク潰しのコスミックリバイド、アセントが沸かされている。リーヤから入っていくところを逆にソルダムが詰めていきましたが、クローが抑えました。タケジはすでに A サイトに侵入しています。そのまま味方を引き連れてゼータディビジョンが A サイト中、さあどう守るノーセプション、シュガーゼロ抜けてますよ、ショート、この裏を取れればというところ、まずは1人生き残りたい、シュガーゼロ、さあお互いキルトレード、最後は竹 J です、人使いましたからね。さあファースト勝負、お互いのトレード、テンポよくカバーした。オールドロン、この牙スターは回収です。さらにスターを2つ設置、ハンターズキュウリ、まずはラズのハンターズキュウリです。さあアステルが中央の竹 J を落としている。ソルダムの巻きの勝負、ここ取ったらソルダム、そのままニューラルセクト、ゼータディビジョンの位置が分かります。いいアルティメットですね。さあそこをついたソルダム、前回は KO がいたことにより自由に暴れることができなかった。猛獣を抑えたのはレイタ、オペレーター、そしてクロー、アフターショック、何があった、ローリングさん展開して足止め、味方ごと、それでも竹島を抑えていく、後ろからシュガーゼロ、ラズボカバー、お互いのトレード4対4、クローがバレていない、ソルダムがスポーンに入っている、アステルが1、アステルのラック泳がせる、巻きも少し遅れたが、ただオペレーターでは少し難しい距離、横からのソルダムのカバー、なんでお前がそこにいる、なラズの足音を聞いて最後はアステル慎重に泳がせてラズを沈めます。4対4、再び細かいプレーが得意ですから、ソルダムがカバーと、ちょっと竹 J のライトバックのとこびっくりですけどね。さあここはショートを詰めていく、2人抑えたらメイン、これがメインのフェニックス、さあ暴れるぞ、ソルダムも入ってくる、3対5。正解は分かたれた。ここでリテイクをさせないようなシュガーゼロのコズミックディバイド。アストラフォーム中、ラズ、タケジェがキロ取って3対3。何があった？スモークウェイからタケジェ、リーア。シュガーゼロのこの位置には気づけないか、先打ちしたところ、レイダムカバー。とはまだだ。3対2。ソルダム、あえて顔を出し、キャット勝負。ワンオツ。残ったら竹で1名、メイン時間を稼ぐ、カーボールもある、1人さばいてる、ワンワン、ディスミスで引いて正面での打ち合い、ホットハンドで回復しながらメイがピークします。さらにブレイズ、竹でどうする、行くしかない、横取ったか、どうだ、ロードヒヤッとした瞬間、なんとか竹地、おフレンジ1人、ディスミスで引いて先に入ったが、そこを狙ったらメイン、ライトバック、ここはキャンセルです。サイトの情報取れてないですね。アステル裏を取って、ボーターハウスのラズはもう分かっています。ゆっくりゆっくり味方の寄せを待ちながら、寄りを待ちながら抑えてきました。クローも1人返して10、ここで崩されます。3対3、ただエコラウンドながら3対3に持ち込みましたね、ゼータディビジョン。そうですね、はい、しかも武器も1本回収してますし、はい、なんならコズミックディバイドでのリテイクというのもありえるかもしれないです。切るならボーターハウスですか、ね、切りましたね、奥ね。さああとは手前、スモークの中にシュガーゼロが入っています。この自身のためのスモークの使い方がうまい、ドラムが出たらいいんだから黙る、キルブレードストーム、確実にアステロを取りに来る、ワンオツー、アカショック姿未来、ワンオワン、どうだ正面の勝負、レイタがトリプルキル、3人抜いた、そのまま解除。 B 側にプレッシャーをかけるため、ソルダムが横を入れる、膝前潰してマーケットフラッシュが入っている。さあ逃げられないぞ、ハンターズフューリーを払っていくか、10味方の道をこじ開ける、クローンの姿見えてるか、フラッシュポイント、これでいるのは確定しました。壁抜いていく、カーボール確実に落としていく、人生かけますね。5オン2、圧倒的有利はノーセプション、引きますかね、ゼータディビジョン。そうですね、ここはセーブの判断ですかね、引きません。ゼータ引けるか、重要なところ、ソルダムが壊します、データが壊し返す、1オン3、勝負に出る、最後は捨てる、
レイタを逃がしません。6対5、逆転ウィトン警戒アップドアの前で止めた。なんだこの動き。これが韓国最強 Z、 日本最強の Z の座も取りに来る。その間に A サイト入ってくる。ソルタムがジャンプイン、ジャンプインダブルキル。さあテルト、まだ前に行く。クローが抑えた、シュガーゼロがカバー。2対3、スイッチまで持ってきました。イエレット1がバレた。マキバの体力もありません。レイターはバンダルを回収しています。しかも今回あえてサイト内、スモーク、スタン、グラビティウェイ、全てを使った。アストラ下では点ワンオスリー、リコンボルト、最悪のリコンボルトだ。さあ最後は点ダブルキル。あ、しっかり入れさせてからの取り返しになります。ここもノーセプション、分かっていての取り返しになります。フラッシュ前に出る、ラズ、レイターキルを取ってメイが取り返しています。設置の前にポジション取りに行きますか。メインも抑えれています。裏は巻き場が見ます。センターに裏がいないことを確認して安全に取りに行きたいんですが、ラクターウェイ強気に抑えているのはタケジェです。しかもここからショートに行くこともできますからね。これは非常に戦いづらいノーセプション。ただハーフまでは行ったスモーク中、ワンオースリー、最後はスモーク中にタケジェが、あーカバーに来ました。クローのフラッシュポイントからマイケル、見えていたか。シュガーゼロが収まったら逃げれません。レイターが返します。そして再びメイがスモーク中からカーボール、それも読めてる。レイターメイもうまく引きました。ただ武器は回収されます。そうですね、これでバンダル三丁油断したところ抑えに行ったらメイ、顔を出すタイミングは完璧すぎる。分かっていたがそれでも打ち勝ったのは竹勢です。目を奪う、そのまま A サイトに挟んでいくのか。3対3、防衛は2名、防衛は2名。ソルダムが、ソルダムが A サイト隠れている。1人さばいてスモーク、どうレフェルウィンド先読めていた。エイムが、エイムが吸い付いた。2オン2、クローが設置中、スパイクを設置、真下真下入れ違った。再び竹勢、さあ1オン2だ、ディスミス、完璧です、タイミング完璧です。クロー顔出しません。最後も竹勢逆転に成功、セータディビジョンけど自身で懸念していたその落としての負けというプレッシャーの中で、はい、エリアを取りに行けないしからのライトバック読めていた。さあアステルが相当抑えていく、ハンタースキューリー回していく、お互いキルトレード、アステルの2オン4、ハンタースキューリーも宙を待ってソルタムが避けていく。メインから出ることができないゼータディビジョン、ハーフまで解除は行っています。正面の勝負、体で抑えに行った、ワンオースリー、横からソルダムが抑える。ここは最後はソルダムは目の前のスターはノーセプションのスターです。ソルダムブレードストーム、正面での勝負、まずはクローを抑えます。外さないですね、本当に外さない。カバーするままありません。ソルダム外さない。2人目タケジェがこじ開けるダブルキル、3対3。正解は分かたれた。いや、これ A の進行の音聞こえない。そうですね。A を真っ二つに切りました。さらには竹 J の位置に気づけるか、ソルダム。お互いが気づいていない。キャリアがやらない。いやー、竹 J3 人目。残り1名。A でキャリア。センターを務めてくるソルダムも抑えています。ワンオーツ。残り1名。ワンオーワン。スパイクを確保。全く位置が分からない状態。ただスパイク設置ができていないので。コズミックディバイドが終わって。ラズがショート上がります。 あと30秒。アステルあえてラフターで音を鳴らしたのか、横を回ってショート、決めたアステル。さあそして音追いかけていく、レイター相手を使いません。もう一人目の前に巻き場が見えている。先 A メイントの勝負、ソルダムすでに左側ラフターウェイを取っています。まずは下の巻き場を抑える、ラフター下スモークで隠して、さらにソルダムは突き進む。負けない負けないソルダム。さあ3対4、苦しくなったのはゼータディビジョンか。さあ何はコスミックリバイドで切っていく、エンシュガーゼロ、視界が取れないラズ、サイドでは何が起こっている。一人解除のワンオスリーです。解除中ですよ。そのしかもあのポジショニングもいいですよね。まあね、サイト内にいないの。おっ、2人打つの反対距離、はい、わっ難しいですね。ゼータはここからが課題か、取り返しなんですよね。取り返される、それの答えとしてレイターが残っていますが、衝突、衝突、なんて
なんて意味だ。なぜラズを今ので倒せた。エイムの向こう側、何かが見えている。クロー引っ張られる。ソルダムエースだ。とんでも。さあカボル避けれてる。リカバリしました。アップドラフト、しっかり。なんだこの嗅覚は、達人すぎる場合。お互いのブレードのダメ返したのはレイタ。スモークを抜かれる。ソルダム前に出た。迎え撃ったのはアステル。ソルダムの敵を撃った。3対4手のオールドローン。タケジェイを捕捉できている。ローリングサンダー確実にラウンドを取りに来た。ゼータディビジョン、ただショックボルト10夏も返す。2対3。いや、クローが時間稼いでる。残りクローが時間稼ぎます。今度もラッシュだ。ジャッジシュガーセル止めれるか。また一人巻き場を切り返して、巻き場が切り返す。これが若さのパワー。まだ咲いてないメインがいますよ。若い自分がパワーを見せるしかない。インタビューでも答えていた。後ろからメイン、後ろからはメイン。クローがカバー。2対2ショックダーツだ。ラストクロー、そしてテンとアステル。ラズがハンターズフューリーあるので、このアステルが本当に重要です。ラズも警戒めてきてる。抑えたラズ。さあオーディンを持った点。追いかけるエイムクロー。ダメージを機械のような動き、まあ昔から言われてますけども。また早い。また A か。失敗するまで A 行くぞ。見てるかロセプションと止めてみろ。さあお互いのトレード4対4。やったー、タケジェイ2人目ダンテイムだ。お互いがダンテイムを出す気なんだ。ハンターズフューリーラズ、リテイクは早い。リテイクはさせない。リテイクの形変えてきた。ショートから回りましたね。上からの展開をやめました。スパイクをしてますよ。ますね。どうする。ラズ巻き場、ラズ巻き場、正面点。アビリティはどうだ。ラズ背中を取れた。ワンワン体力は5分。ラズかメイか。スパイクを回収して時間がありません。時間がない。あ、ちょっと鳴らして。ラズここでメインの時間があります。ゆっくりとゆっくりと顔出して横からラズが決めた。ジャン、あと1本、あと1。 A4 名で守っているノーセプション。アフターショック取り返しにいけるかどうか。竹内がさらにこじ開ける。返した点。4対2。ゼータ決めるか。あと2人倒せばベルリンだ。あとは1人。あと30秒。ワンオンフォー。巻き場が見てる。 IGL アステル決めた。決めたのでは A ラッシュが続いていましたからね。そうですね。どのように配置と